広告収入もねボーンってね下がったりして、あのね5000万って消しちゃったんですよ僕Z動画。ちょっとやってくださいって言って、いやちょっと講師あるねみたいな、ただ読みの講師探すとかも、うん、誰も知り合いないから、ここで始まりましたマジェチャンネルです。今回はですね、そうです、タイトルにある通りスポンサーを紹介します。はい、そうですね、このチャンネルでやっとねスポンサーができたわけなんですが、さあどんな人なんだってわけなんですが、まあ自分自身はね、そう学校やって、そのね学校もコロナ禍の影響で全く機能しておらず、ずっとただただお金を払うだけ、支出だけっていう日々が続いておりね、広告収入もねボーンってね下がったりして、どうなっちゃうんだ一体っていうね状況だったわけですよ。でこの間コメント来てて、そうだって思った。そうそうそうね、昔1000人たらだっけ、すごいもう底辺 YouTuber の中でもめちゃくちゃお金使った企画出しますって言って実際撮ったんですよ。あのね5000万物件買って、でそこを100何万かけて改築してっていう動画をね撮ったんですよ。だから不動産屋の人も撮ったし、そのリフォーム会社の人とも撮ったし、その工事してる人とも撮ったんですけど、あのねこの YouTube やってる人だったらね、まああるあるというか、このカメラ、そう SD カードフォーマットすると同じ名前で記録されるっていうね、この今皆さんが見てるやつだと 4K じゃないので、あの名前変わって今千何十とかってなってるんですけど、 4K の動画って全部 C の0001、1000の0002って同じ名前で出ちゃうんですね。そのせいで消しちゃったんですよ僕全部動画。だから5100か200万ぐらいかけたんだけど、そうお蔵入りというか残ってないっていうね、そういう状況になっちゃったんですよ。すごい現金とかもね取ったんだよ、ポンっていう束なのにないと。でもう中取れないし、ね、住んじゃってるから人で、そんなこともあったんですよ。そんな状況で、そうだから結構お金持ちキャラをですねいろんなところでつけられたんですけど、そんなことはないと。まあ知っての通り、そう外に出ていろいろ遊んだりもしないし、このほら身につけてるものとかも高くないから全然困んなかったんですけど、そうだから結構ね勝負、そういうのやってもう YouTube もう引き戻れない、そうもう戻れないようにしたんですよ。まあそんな中でですね、ただ呼びとかいろいろ、まあ今はねそれちょっとちょっとね、そんな中まあ大変な状況で、でもねその3月とかすごい良かったんだけど、広告収入とかもないし、このままじゃやばいぞと、自分たちの社員にお金払わなきゃいけないのに学校も機能してないから、まずいことになるぞ、なんでやっと、はい来ますか、じゃあどうぞスポンサーさんそれさ、どうもスポンサーマンです顔を隠してもさスポンサーマンです。服でわかるよ、服わかるよ服でわかっちゃうし、ああわからなかったでしょう。どうも、平田ゼヤいや平田ゼヤの方まだ出てないから、うん、動画あそうなんだよそっちの、じゃあこのギャグも説明しないといけない、長いやー臭かったなんなんこれもう、おわなんかもう変な塗料とかついてないかとか心配なんだけど懐かしいスパイダーマゾーのやつ、そう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 あこんにちは、スポンサーマンの、早稲田合格塾代表の平です。なんかさスポンサーがとかってそんな言い方するからさ、前の動画もそうだけどお前か感がすっごい伝わってくるよなんだお前か感、そういう感じですね、はい、なんと平さんがこの YouTube チャンネルを支えるということになりました、はい、そうですね、はい、お願いいたします、よろしくお願いしますって俺じゃなくて、まあ、言う方だよねそうそうねそうねスポンサーがよろしくお願いしますって、ね、どないやねんなってむちゃくちゃ、確かにスポンサーこっちがよろしくお願いしますって言うんだよね、そうですねまあまあそうだね、チャンネルにはちょこちょこ出てきてもらって、はいはいね、まあ毎月、まあだからこそってのもありますよね、やっぱ結構ねその森鉄チャンネルとかを見てうちの塾知ってくれたりとか、まあ逆にこう森鉄チャンネルとかを何回か見ていくうちに、あ結構なんかこんなに早稲田に詳しい人いるんだなみたいなことで、こうなんかじゃあこの塾にしてみようかなってこう思ってくるような方とかもいらっしゃったから、やっぱ森田先生がうちの塾にまあ陰ながら貢献してくれたものっていうのを考えるとね、むしろもうこちらこそね応援させてくださいみたいなそうですね、
僕だからほらすごく陰キャな予備校講師じゃないですか。そうですか。だからほらただ予備の講師探すとかも、うんうん、誰も知り合いないからそうですね無理っていうのでそこでもういっぱい探してくれてるんですよ。まあうまくいってるものいってないものありますけどね。まだ言えないものもいろいろあるんですけど、まあ、まあまあまあただ予備自体が伸びないとそれもできないんですけど、ね、まあ確かにね。でいろいろ動いてくれててでも本当にそれでだって平さんに何のプラスのもないのにやってくれてますから ね。この間もさとある人にねちょっとこう一緒にオファーに行ったんだけど、うんね、僕何なのかみたいな話になった時に、うん、僕ただ予備一切関係ないんですけどねみたいなね。そう一切関係ないんだけど、うん、そう予備高校してね大体一人挟めば誰とでもつながるそうなんですよね。僕はその一人がいないっていう、ね、そんなことないだろそんなことないだろ誰も挟めないっていう、うん、もう誰とも友達じゃないっていう、ね、感じだったん でいろんな人に今ね声かけてとかお世話になってますのでコンスタントにそうですね平さんが登場するということで、うん、でそうそうそう、まあ、最初何年 5,6 年前に平先生がやってきてですね、菓子折りでそうですよ札束入っててそうなんですよ。だから変な話森田先生がまだ YouTuber でも何でもない時をやってきてでその時から僕森田先生に目つけてたからおめ高いでしょおめ高しですおめ高しおめ高しですおめ高しが、ええ、ちょっとやってくださいって言っていやちょっと投資あるねみたいに、ね、おめ高しがお菓子持ってきてねそうあの時のさ森田先生の忙しさたるや半端なかったですよね。そうでした全然覚えてないやだってあの日週9ぐらいで働いてましたよ。週9あの休んでるみたいな。いやいや朝と夜ここで現場違ったりとか現場、うん、なんかいろんなやってたこれもう記憶ないじゃないですか、うん、覚えてないですか。可愛いなんかいっぱいやってた記憶がありますけど、うん、昔は駒の鬼でしたよ。なんかいっぱいやってたなっていうのは覚えてますけどそれが今はほとんど動画編集ばっかりしてるよ ね。でまあそれで投資がなくなったらまあやるのはいいですよみたいな話をしてて、うんうん、ねやっと実現するって感じです ですね。いやもうほんとね5年越し6年越しの I love you が届いたって感じですね尾崎、うん、I love you なぜ僕たちは幸せになれないんだ似てる大丈夫かな。おにぎりが食べたいんだみたいな。おにぎりが食べたいんだ同じかよまあ具体的な数字はちょっとなかなかね公表して、まあ別にしてもいいっちゃいいんだけど、まあ森田先生が以前、まあもしかするとね10万人にもなるとね人って変わるからわかんないですけどあの YouTuber として年間で稼ぎたいなって言ってた額の4分の1から5分の1ぐらいをまあうちがねこう支援してあげられるかなっていう感じになるかな。わかんない それがいくらなのかわからないけど、まあはい、だからほらただ読みとかでも僕自腹で今ね、うん、動画作ってるみたいですね。そのやっぱねそう支えなきゃいけないんで、うん、いやー本当ね東進時代も自分で自腹で授業を作ったりしたんですか。どういうこと授業もねえし授業もねえそう早稲田語学塾にもまあまあ貢献しなきゃいかんと、今何夏期講習からねあの参画していただいて、授業を提供していただいております。音声の授業になるんですね。まあそうですね音声講義ですね。もうカリキュラムとかもね、まあ、これからいろいろ考えていくんですけど、まああれでいいんじゃないですか東進のその時の相談英語そのままそう東進が困るでしょまあでも入試問題って日々新しくなりますから。教材はどうするの。まあもう最初から教材とあとまあ板書がありますよね。例えば映像の講義だと普通はね、はい、はいそうですね、うん、でもあらかじめ用意されてます。あそうなんですね。そうあらかじめ用意された状態で生徒たちは授業を受けていくから結構まあありがちなのがこう書き写すのに夢中になっちゃう生徒とかいるじゃないですか。なっちゃう生徒が森鉄チャンネル噛むの厳しいですからねだけどそれもまああらかじめ用意してあるから、まあ、先生の解説を理解することに集中しつつかつ授業そのもののこう集中もしやすいかなっていうところを狙って。板書ノートみたいなのがある。そう実況中継みたいなやつですね的な。そうですね、それに近いですね。先生何人ぐらいですか。先生が 7,8 人ぐらいですかね。7,8 人それこそ忘れられてる人とかいんのかな、うん、いないと思うちゃんと数えてないけど、うん、数えてない、その人数で数えてないその人数で数えてないんですけど、で授業どんななんですか。生徒が自分で赤本とかで解いたら結構これは平均点とか低くなるだろうなとか、うん、間違いが増えそうだなとかで一人でこの問題の解説を赤本とかで見ても結構厳しいことになるんじゃないかなみたいなものの問題をピックアップしてでそれを解説が上手い先生が解説するっていうのがまあもう英語だけに限らず他の科目も全部理念としてあるんですよね授業制作の。でそういうことは表現していきたいかな。先生たちは今誰がいるんですか。例えば鈴湯とか。ああ世界史の鈴湯がいたりとか、あと相沢先生がいたりとか。あ日本史。そう東大のディープな日本史とか書かれてる、ね、あ東進嫌いな。そう東進嫌いな先生とか、あと数学とかだとほら森田先生とあの黄色い本でさ、はい、あのね一緒にやられてた上岡先生とか角川のやつね。そうそれこそねなんか日枝先生なんか上岡先生のことをもうなんか
数学予備公開の司法って言ってたから、ね、ああ司法って、ね、なんか、ね、漢字が出てこなかったあの理系のやつらが見るとやっぱなんか答案見ると一発でその人の凄さが分かるみたいですね。上子先生あれ寸大を寸大ではいそうです一回センターのあのなんか解説であそうですね一回そうでした、ね、うちの動画に一回出てそう一回だけ幻のキャラであのパイナップルヘアで一度だけ出てるっていうもうすでに40人ぐらい申し込みありますからね7月中旬にしてそうなんですねそうですやっぱり森鉄人気があそうなんですね、うん、頑張るぞうんかわいいということで今回は、まあ、早稲田合格塾の平先生というか、まあ、このチャンネルのスポンサーだからねつくわけですようちの概要欄にそんなことつくんだそう概要欄にちょっとこの前もう一番下に一番下にはいはい、はい、一番下にはいはいはいあのチャンネル説明みたいなとこにスポンサーってはいはいはい、はい、つくわけですよかわいくかわいくは分からないけど、うん、はいということでこれはうちのスポンサーを紹介いたしましたはいご視聴ありがとうございました Thank you for watching